はい、ガシャポン選手フォルテ第15弾のガチャが設置されましたね。14弾は昨年の8月発売だったので、まあそろそろ1年も経とうかという感じですけれども、1回400円ということでね、お気づきの方もいらっしゃるかと思いますが、100円の値上げとなっています。はい、それでは早速1回目を回していきます。カプセルは白の半透明ですね。ウィングゼロが出ました。はい、それでは付属のミニブックを見ながら今回のラインナップ確認していきます。ラインナップはウィングガンダムゼロ、ガンダムエピオン、ドム、リーオー、リーオー連合軍宇宙仕様、台座セットとなっています。まあということで冒頭でも触れましたが、フォルテは300円だったんですが、今回から400円となりました。特に内容に変更があるわけではなく、今まで通りの内容で価格だけが上がったということになります。メーカーの企画担当の方が開発の進捗なんかを記事にして更新しているガシャポンブログというものがあるんですが、そちらで開発担当の方が常々原材料や人件費の高騰で生産コストが上がっている旨を訴えていまして、フォルテに関しては利益的に厳しく続けていくのも難しい状況らしいですね。担当の方が無理を言ってフォルテを続けさせてもらっているというようなことがブログに書かれていました。おそらくこの値上げで稼働率は下がると思いますし、それについては当然メーカーも見越しているとは思いますが、これは私の勝手な想像ですが、フォルテはこれで最後、シリーズ終了なんじゃないかという予感がしています。はい、ということでウィングガンダムゼロは新機動戦機ガンダムウィングに登場するモビルスーツですね。アフターコロニー180年頃、トールギスを開発した6人の科学者たちがコストと実用性を度外視し、性能のみを追求し設計した機体。後にオズを出本した科学者たちがそれぞれ開発した5機のガンダムの原型機でもある。通常の人間には操縦できないというトールギスの欠点を克服すべく、逆にパイロット自身の能力を機体に追従させる新型インターフェースゼロシステムを採用している。はい、武装としてツインバスターライフル、ウィングシールドが付属しています。スタンドと平手が各モビルスーツに付属しています。はい、アンサンブルとのサイズ差はご覧の通りです。アイテムにもよると思いますが、100円差と言われれば、まあそんなものなのかなという感じもします。はい、では続いて2回目です。カプセルは白の半透明で、アイテムによる色分けはありません。エピオンが出ました。はい、ということでガンダムエピオンは新機動戦機ガンダムウィングに登場するモビルスーツですね。オズ総帥の座を追われ失脚したトレイズが密かに開発させていた機体。機体設計にはトールギスと5機のガンダムのデータが反映されている。トレイズ本人の騎士や軍人としての信念を結実させた機体であり、人類は戦ってこそ意義があるというトレイズの美学、とりわけ格闘戦に美しさを見出していたトレイズの意向が色濃く反映されているため、本機の武装は接近専用のもののみである。はい、武装としてビームソード、エピオンシールドとヒートロッドが付属しています。はい、3回目になります。カプセルの外からでもアイテムの色から大体の予測はつきますね。紫のモビルスーツでドムが出ました。はい、ということでドムは機動戦士ガンダムに登場するモビルスーツですね。ツィマット社が開発したジオン公国軍の量産型重モビルスーツ。地上戦でネックになるモビルスーツの移動速度の遅さを補うため、今までのモビルスーツと違い、脚部に搭載した熱核ジェットエンジンとロケットによるホバークラフト走行を採用している。そのため重走行を補ってあまりある高い機動性を獲得し、ホワイトベース隊と交戦した黒い三連星の戦術である
ジェットストリームアタックが陸上でも可能となった。武装としてジャイアントバズと背面にマウント可能なヒートロッドが付属しています。はい、それでは4回目です。台座セットが出ました。これが400円というのはなかなかしんどいんじゃないかなと思いますが、どうなんでしょうか。まあ値上げは仕方ないとして、台座セットはね外してほしかったなというのが私の本音ですね。はい、セットの詳細は後ほど確認します。はい、それでは5回目です。緑のモビルスーツですね、リオが出ました。恐ろしく順調ですねまああとは紫のリオのみです。はい、ということでリオは新機動戦機ガンダムウィングに登場するモビルスーツですね。オズが開発した初の量産型モビルスーツ、原型となったのはアフターコロニー史上初の戦闘用モビルスーツトールギスだが、同機を開発した技術者はウィングガンダムゼロ開発の後に行方をくらましていたことから、残されたトールギスの設計図をもとにオズで開発が行われた。性能を重視するあまり常人では乗りこなせない機体になってしまったトールギスに対し、リオは一般兵でも操縦が可能となっている。武装としてドラムガン、シールドとそのジョイント込みの左肩パーツ、さらに左右肩パーツと一体のショルダーカノンが付属しています。シールドとショルダーカノンはノーマルの肩パーツと差し替える形で装備することになります。宇宙用オプションユニットは着脱が可能となっています。はい、それでは6回目です。紫のモビルスーツですね、リオ連合軍宇宙仕様が出ました。はい、なんとストレートでのコンプですね、人生で初めてです。はい、ということでリオは装備の変更によって地上と宇宙双方に対応する高い汎用性を持つモビルスーツですね。所属によりカラーリングが異なります。地上仕様のカラーリングは地球圏統一連合マリーメイヤ軍、オズトレーズ派がモスグリーン、オズ財団派が青色、宇宙仕様のカラーリングは地球圏統一連合ホワイトファングが紫色、オズ世界国家軍が地上仕様と同様に青色である。また第6話にてレディアン指揮下で運用された地上仕様の機体は薄紫色に塗装されていた。はい、武装としてコロニー用ビームライフルとロング型ビームライフル、ショート型ビームライフル、そしてシールドとそのジョイント込みの左肩パーツが付属しています。シールドの装備は左肩パーツの差し替えが必要です。宇宙用オプションユニットは着脱が可能となっています。はい、100円アップが影響しているのか分かりませんが、リオのセット内容は過去段と比べても充実しているようです。はい、台座セットはご覧のような内容となります。武装類と組み立てが必要な台座が付属しています。武装類はウィングゼロのビームサーベル、そして分離した状態のツインバスターライフル、ドムのヒートサーベル、リオのビームサーベルとなっています。はい、システムベースのような外観の台座については横方向縦方向に連結が可能となっています。またモビルスーツにデフォルトで付属する台座との連結も可能のため、オリジナルの組み合わせでディスプレイベースを広げていくことも可能となっています。はい、ということでまさかのストレートでのコンプという結果でした。今回の値上げで極端に稼働率が落ちて、まあそのままシリーズ終了みたいなことがなんとなく私の頭をねちらついているんですが、これでフォルテともお別れかもしれないので、
シリーズ存続の願掛けというか、まあお布施のつもりで場所を変えて最後にもう1回だけ回すことにしました。まあコンプもしていますし、お布施なんでね、何が出ても構いませんが、できればドムをお願いします。はい、それでは延長戦7回目です。どうぞ皆様もドムよ来いとご唱和ください。ドム来い、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 ドム来い。リオ紫来たー。はい、ということで今回フォルテが値上げということで、多分アンサンブルも上がるんじゃないかなという感じですね。まあ、いきなり人気シリーズのアンサンブルを値上げすると影響が大きいとか、まあ、販売数の予測もつきにくいということで、メーカー的にもリスクが大きいので、売上規模の小さいフォルテを観測気球じゃないですけれども、まあユーザーの反応とか稼働率を確認するサンプルに、するのかなみたいなことを勝手に思ったりしていますが、果たしてどうなんでしょうか。アンサンブルの方も当然価格的に厳しいらしいですが、プレ版で発売している高額のアンサンブル、EX シリーズですね、そちらの方の利益で補填して現状の500円という価格を維持している、的なことを、ガシャポンブログで読んだことがあるんですが、まあシリーズトータルで利益が出れば OK ということみたいですが、まあそれもね、いつまで続くのかクエスチョンマークですね。まあいずれ値上げは覚悟しておいた方が良さそうです。はい、というかおもちゃメーカーがね、そんな下世話な金の話を客が目にするブログに書くなよっていう感じがね、しないでもないですが、はい、今回は以上とさせていただきます。フォルテについては次回があることをまあ願いたいですね。それでは失礼いたします。ありがとうございました。